タカラメバイオリン教室へようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回は新しいバイオリン教本2巻から36番マジャールの踊りを演奏します。この曲の一番最後に出てくる重音のスタッカートの部分なんですが、楽譜には中央で軽く弾ませると書いてありますね。中央でということは弓をつけたまま、持ち上げてこうすることはちょっとできませんので、つけたまま弓を弦に置いたままとなります。でまたこの部分はピアノがメロディーを弾いておりますので、バイオリンの方はちょっと伴奏という感じで、あんまりジャンジャンジャンと大きくやりすぎないように弾くのがいいかなと思います。それではどうぞ。